猿がおる。天気が良くて、いい景色です。皆さんおはようございます、今日はですね、和歌山県の日置町というところに遠征に来ております、現在朝の5時です、久しぶりにまた遠征に来まして、こちらからですね、またランニングをしていきたいと思います。なかなか普段と違う環境で走るのはとても、気分がですね、いいこのランニングができるのかなと思いますので、また、未開の地の楽しいスポットがもしもあればですね、紹介していきたいなと思いますので、よろしくお願いします。行ってきます。あんなとこにすごい猿がおる。この辺で結構な雨が降ってきました。ちょっと空が怪しいですね。和歌山県から見た太平洋です。ちょっと台風の影響があるんですが、もうですね、ちょっと波が少し高いような、そういう気がしますけど、天気が良くていい景色です。さあ踊りますかね。和歌山遠征ランニング終了しました。10キロ、ね、海岸線をずっと走っていくことができました。まあ、途中雨も降っておられたんですけども、まあ、ちょっと天気も持ち直して、とても気持ちのいい海岸線沿いのですね、ランニングをすることができました。やっぱりたまにですね、違う土地を走るというのは心もリフレッシュできますし、いいもんですね。まあ、全国各地を渡り歩いて、名所をですね、これからもランニングをしてお届けしていきたいと、このように思いますので、頑張っていきたいと思います。それではまた会いましょう。さよなら。最後。